これはさいたま市北区に引っ越してきたとある家族の物語。北区って大きい町なのね。東京に近いベッドタウンだからね。町が新しいって感じ。知ってた？盆栽が有名なんだって。そういえば大きなショッピングモールがあるって聞いたわよ。え、本当？行きたい。ね、パパ行きたい。え？よし、じゃあみんなで北区を巡ってみよう。賛成。さいたま市北区はにぎわいのある多彩な街。そんな北区を一緒に歩いてみましょう。家族4人は世界的にも有名な大宮盆栽村へ。なぜ盆栽なの？関東大震災で被災した東京の盆栽業者が広い土地、新鮮な水と空気を求めて移り住んだのがここ盆栽村の始まりなんだ。盆栽作りに適したところだったってことね。こちらは大宮盆栽村にある大宮盆栽美術館。世界に誇る盆栽の名品や資料を展示、盆栽文化を広く国内外に発信しています。ここはね、世界で初めての公立の盆栽の美術館なんだって。これ樹齢800年って書いてあるよ。すごいね。盆栽ってこの鉢の中に自然を表現しているんだって。よくわかんないけど盆栽って面白い。面白いよね。日本を代表する名品の数々、小さな盆に広がる四季折々の風景、そしてそこから感じる雄大な自然、悠久の歴史が作り上げた鉢の上の芸術作品、それが盆栽なのです。次に訪れたのは漫画会館。日本で初めての公立の漫画美術館です。明治から昭和にかけて活躍した風刺漫画家北沢楽天の漫画や日本画を展示しています。江戸時代に端を発する日清餅つき踊り。日清神社で毎年元旦の午前0時から行われる祭りで、4人1組の突き手がリズミカルに臼の周りを踊りながら餅を突き上げていきます。昭和34年に市の無形民俗文化財に指定され、現在は保存会の方たちが伝承しています。この町にはいろいろな文化があるのね。文化？そう、長い間守られてきた伝統だから大切にしたいよね。あら、夕ご飯の買い物しなきゃ。じゃあステラタウンに行こう。やった。毎日が新しい北区の暮らし。北区最大の大型ショッピングモール、ステラタウン。食料品、衣料品、雑貨など日常生活に必要なものが勢ぞろい。何を買おうか目移りしてしまいます。プラザノースは文化コミュニティ施設と北区役所、北図書館を併設した複合施設。そして埼玉の台所大宮市場は新鮮食材を生かした飲食店も並び、買い物とグルメが楽しめます。ぜひ一度足を運びたい楽しいスポット、史跡もたくさんあります。市民の森見沼グリーンセンターにはリスのうちがあり、およそ300匹の可愛らしいリスが放し飼い、間近に見ることができます。見沼緑道を歩いて見晴らし公園へ。あっちに風車がある。
よし、じゃあ行ってみよう。綺麗だね。うん。春はね、北区の花になっている菜の花がすっごくいっぱい咲いていて、桜とのコントラストがすごく綺麗なんだって。見てみたいね。うん。大宮大地の雑木林、ここに残る古の道が鎌倉街道です。太田道館が鷹狩りに来た際に、村人がここの湧き水でお茶を立てて出したところ、大変喜び三冠門の褒美を授けたことが名前の由来と伝えられる三冠清水。北区には親子で楽しめる公園が数多くあります。皆さんもお気に入りの公園を見つけてみてください。北区は1年を通してお祭りやイベントも盛りだくさん。5月に行われているのは大盆栽祭り。海外の愛好家も訪れる盆栽の祭典です。多くの神輿や山車が巡行する活気あふれる夏の行事、中山道宮原祭り。夏の夜空を彩るさいたま市花火大会、色鮮やかな竹飾りの中、多くの人でにぎわう大宮日清七夕祭り。北区の市民共同のシンボルというべき北区お祭り戦隊踊るんじゃー、多くの区民の皆さんが北区職員と一緒によさこいを踊ります。世界各国の料理を提供する出店や宮原地区を中心に活動している団体のステージ発表など、内容も盛りだくさんの埼玉キータ祭り。5、4、3、2、1、どうぞ。そして11月に開催されるのが北区民祭り。ステージイベントや模擬店も数多く出展、多くの来場者でにぎわいます。会場で北区の良いところ、自慢できることを聞いてみました。公園もあり、お買い物する場所もあり、こういう習い事とかそういったものもこうちょっと行けばいろいろこうたくさん、はい、やっぱり北区役所とかに図書館があったり、お店屋さんとかでもなんか遊び場がたくさんあったりして、なんかみんなが仲良くできるいい区だなって思う。みんなでいっぱい遊べたり、いろんなこういう体験ができて楽しい。テラタウンとかにお店がいっぱいあるのがいいと思います。まあ、地域の方がねレベル高いですよね。環境がいいもんですから、そういうね町、私も地元の生え抜きなんですけれど、やっぱり近所来る方もやっぱりレベル高い方が結構入ってきているような感じで嬉しい限りですね、はい、私としては住みやすい町、緑が多くていい町、いい町です。、はい、結構交通便もそこそこいいですしね。2月には区民の皆さんの日頃の文化活動の成果を発表し、地域の連帯を深めるため北区文化祭りが開催されます。ホールではコーラス、ダンス、楽器演奏など熱の入ったステージが披露されます。またギャラリーでは絵画、書、写真、陶芸などの力作や北区の財産である盆栽などが披露されます。3月、プラザノース前市民広場では満開の菜の花の中で春にちなんだ楽曲が聴ける菜の花コンサートが開催されます。北区では区民の皆さんと力を合わせ魅力あるまちづくりに取り組んでいます。
私この町が好きになれそう。僕も北区、ここが私たちのふるさと。みんなもここに来たくなるんじゃないか。来たくだけに。パパうまい。はいはい、行こう。あれ、いや、来たくと来たくだけダメ。この町には日々新たな発見がある。そしてこの町は日々新たな顔を私たちに見せてくれる。そしてあなたも来たくなる。さいたま市北区。